はい、えー。そらカーテさんどうもですえー、こんばんは。株ぶさんへベルギーの首都ブリュッセルでモロッコ人がまた暴動を起こしたようで騒ぎになったそうですえー、外出の際はご注意ください。ありがとうございます。ちょっと僕今リノにから起きたばかりで何も情報わかんなかったんですが、あのモロッコ人が暴動を起こしたんですね。うん、これはまたおかしな話ですね。えっとモロッコ人これは？ 勝ちましたよね、うん、勝ったのにボードを起こすってどんだけなんだろうってもちろんね負けても暴動なんて起こしてはいけませんけどいやこれは本当に、えーまああの多分だけど便,便乗な感じがします便乗便乗騒動うん本当ねこういうの危ないですからね、うん、そして今回のワールドカップカタール大会での日本代表の順位は9位であることが判明しましたおすごいですねってことは ベスト8に入れなかったけど、でも9位ってことは、えー、っと、入れなかった中で一番良かったということですよね。うん。ベスト16敗退チームの中で日本が最高順位で、そう、そういうことになりますよね。素晴らしいじゃないですか。でも、これはどういうふうに決めるんだろう。うん。惜しくもベスト8に届かなかったものの、一桁順位は大変喜ばしいことだと思います。いや、そうですよね。 あの9位の次は10位ですからね、1桁じゃなくなっちゃいますし、おめでとうございます。2010年の南アフリカワールドカップで日本がパラグアイに PK 戦で敗れたた時も、9位であり、ワールドカップにおける2回目の過去最高順位となりました。あそうなんですね。ということは、これ、大記録ということでしょうかね。 うん、いやーってことはもう一歩上に、ね、行きたかったかなっていうのはありますけど個人的には今回の9位の方がより一層価値があると思います、うんえー、ドイツ、スペイン破り大番狂わせを起こしたの結果であり、えー、とても誇れるものだと思います、えー、日本代表は日本時間の今夜に帰国予定です、うん とても誇れる世界の9位ですので、胸を張って帰国していただきたいと思います。なんかもう気持ちがね、切り替わって、なんかもう昨日はちょっとかなりね、つ、えー、いっていうかね、悔しいっていうのも多かったですけど、なんかだんだん気持ちは切り替わって、よし、頑張るぞっていう方向に向かってきてるのかなっていう感じが、少しずつね、えー、伝わってますよ。うん。マルディンさん、こんばんは。えー、今回のサッカーの PK について、森保監督は、 え誰が蹴るのかを立候補させたんです、えー、5秒ほどの沈黙、最初に手を挙げたのが南野選手、三笘選手、そして吉田選手キャプテン、浅野選手、遠藤選手副キャプテン、えー、挙手した順番で行われました。あそうなんですね PK で勝敗が決まるのはルールですから、運の一言では済まされない。日本は寛容な国民性だから、日本選手との前線に大方の賛同を得ましたが、他の国では PK で失敗した選手が帰国を襲われ、えー、最悪のケースとなることも。うん これは残念ながら聞いたことありますよ。日本は絶対ありえないかと思いますけどね、海外ではねありえたんですよね、それが。これは以前、マスミン様のコメントで、ちょっと僕はびっくりして、ショックを受けましたけど、やっぱあったということで、PK だけじゃなくて、オンゴールとかでもね、オンゴールか、でもね、ありましたよね。なでしこジャパンが FIFA での優勝はアメリカ相手に延長戦後半サー、さあ、誉れさんの 澤さ,、ね、さんの、えー、っと、そうですね、えー、神業シュートで同点に追いつき、PK で勝利しましたよ。えー、だから PK もサッカーの技術なんで練習はするべきでした。あそうなんですね、ここら辺がちょっと、あの、僕はサッカー全然詳しくないんで。 あれなんですが、えー、森保監督は反省点として PK の練習を取り入れると話してます。あそうなんですね、なるほど、うん、サッカーの試合は3点取れば勝てる試合が多く、えー、GK は pgk ですかねは、えー、試合で立て続けに5本のシュートを受けることはありません、えー、だから、えー、あこれ、ゴールキーパーのことでしょうかね、ですよね、だからシュートの練習だけじゃなくて、えー、ゴールキーパーにとってもいい練習となりますよということ、あそうなんですね。うん まあ、多分これまでも練習はしてきたかと思いますが、これからさらに力を上げていくということでしょうかね。うんえー、マルディンさん、もう一丁です。ミ、えー、様へグランプリーファイナル直前、ハイドのネタをゲットしましたということですよ。えー、俳優の芝き太郎さんが、えー、5月に新風船で亡くなられて、どうして半年過ぎて YouTube に上がってきたのかということですね。 白垣、えー、さんはコロナワクチンを2回接種された後らしくて、えー、この心不全が後遺症ではないかとの憶測があったようなんです、えー、それから一人息子さんが俳優タレントをされていてラルカンシェルのハイドに似ていると騒がれていたみたいなんです何せイケメンですからあそうなんですねなるほど。 うん、えそしたらね、ハイドと親戚で冠婚葬祭など集まるときに会っているそうです。石垣太郎さんの息子さんは、俳優の表記は、ですね、匠さんです。二十五歳頃のハイドにそっくりですということですね。相馬くん情報を探していたら、見つけてしまいましたよ、ということですね。相馬くん情報をさ見つけてたら、探すって、なんか、これはなんか縁かなんかあるのかなって、ちょっと感じがしますね。うん

えー、日本は予選第1戦でザンビアと第2戦でコスタリカ第3戦でスペインと対戦しますスペインコスタリカまた対戦するんですねま,またというかね、うん、偶然にも第23戦は男子カタール大会での日本代表と同じ対戦相手になりますね本当ですねうんそんな感じが過ごします2011年ドイツ大会の継承で えー、PK 戦の末、アメリカを破って日本が初優勝したことは、今でもはっきり覚えています。えー、日本は4人中3人が PK 成功し、アメリカは4人中、えー、1人が PK 成功でした。うん、この時は確かすごく盛り上がったと思います。えー、なでしこジャパンに関しては、ワールドカップにおける PK 戦の成功体験がすでにあります。えー、この時でも相当緊張をしていたと思いますが、男子日本代表の今大会と2010年の PK 戦を比較する なでしこジャパンの選手のの方がリラックスして PK 戦に挑めていたかもしれません。ネット上で話題になっていますが佐々木監督が。 えの当時のなでしこジャパンの監督は PK 戦突入になっても終始笑顔で PK を受ける選手を送り出していたそうあそうなんですね。なるほどってことはそういった精神状況的に落ち着かせるっていうことがやっぱ大事になってくるんでしょうね。えー、森保監督も基本的にはいつも冷静でしたがさすがに PK 戦突中の時は監督自身もえっとこわばった表情でした。あそうなんですね、うん なるほど、えー。そこら辺が鍵でしょうかね。うん。あの究極のシーンで監督は選手をリラックスさせる難しさがあると思いますが、なでしこジャパンの成功事例を研究して次に生かしてほしいと思います。もう確かにリラックスっていうのはポイントになってきますね。昨日のスペイン対モロッコ戦での PK 戦の時、モロッコのゴールキーパーの選手は笑顔も浮かべるなど余裕のある 表情だったあそうなんですねでもこれはその技術っていうよりもそういう精神精神性でしょうかね、うん、技術面だけではどうにかなる問題ではないですね、うんまあ、おそらくなんか精神的な技術っていうのがなんか結構問われてくるでしょうかね、うんえー、そして佐仲屋さんから、えー、先ほど、えー こんばんは。先ほど日本代表が成田空港に到着したということですね。これは、えっと、9分前のコメントですが、スクショしてからだいぶ経ってるんで、多分15分ぐらいのね、えー、コメントだと思います。うん。はい。ということなんで、日本代表到着でございますね。はい。えー、胸張って帰国ということでしょうかね。うん。ま、ず続報とかも気になりますけど、いやーでも本当にね、素晴らしい活躍だったと思うんで、皆さんも歓喜でね、受け入れたんじゃないかなっていう気はしますけどね。はい。 えーというわけで、えっ、ー、と、速報でございました。ありがとうございます。